ただ最善を尽くすのみ。徳川の神聖と称えられた男は、その強さゆえ向こう傷が絶えず、その若さゆえ衝突を繰り返す。彼は試練を超え徳川の虚勢となれるのか。井伊直政と赤備えの伝説が今始まる。神聖の章。赤備えの力か。井伊家当主直虎の養子で知勇兼備の若者である。直政が幼い頃、彼の実父は今川に謀反を疑われ銃殺。直政自身も命を狙われるという過酷な日々を過ごした。桶狭間の戦いの後、今川家から独立した徳川家康は、幼き直政を抱えて苦労している直虎を保護。直政に才を見出し、家臣として取り立てた。直政は家康に恩を返すべく、必死に己の才能を磨いた。やがて若くして徳川軍の先鋒を任されるまでになる。そして今、徳川のために最善を尽くすべく、直政は戦国最強と謳われる武田騎馬隊と対峙した。神聖の章、長篠の戦い。最善を尽くす。やってみろ、新入り。
武田に囲まれている長篠城と信政を救う。富ヶ瀬山砦へ攻めかけよ。先陣を切ってもいいですが、徳川のため最善を尽くさねばなりませんでも、わしに続けって言ったよね。南に兵が集中し、織田本陣周辺が手薄に。馬防柵があるとはいえ、心配ですね。武田騎馬隊は不滅。馬防柵を突破し、信長を撃て。徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手薄ぞ。最善を尽くしたまでか。開門。大義、そのまま長篠城へ向かうのだ。かかったの勝つより。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を誘い殲滅するために。臆するな。山形正景と赤備え、これにあり。再び策を蹴倒し、信長の首をかっ切れ。なぜ死に急ぐ。敵将を撃ち取った。敵将5人撃ち取りました。不代の方々、俺に続いてください。なあお前、ちょっと敵を勝って。わしらとてちゃんと働いておるわ。そう怒るな。昔の我らもそうだった。若く一途や、どうしようもなく青い。貴様、我が年次の記憶に留め。我に挑め。さて、長篠城をさっさと落としちまいましょう。この程度では信長は満たされぬ。
戦救援行自力で何とかしてみせる。だがこうにしてくれるわ。我に挑むとは勇敢な将だった。我に挑むとは勇敢な将だった。エゾン無双無双今一歩及ばず。勝頼様、どうかご無事で。古き者の不動もよ、生きる古き時代と共に。無駄死にという人もいるかもしれない。だがこれが武田のための最善だ。馬防柵と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。織田ではなく徳川を狙ってくるとは。各個撃破し戦況を変えるつもりか。あらがむか。むかち。エゾン無双無双。誰に挑むとは勇敢な将だった。織田本陣へ突撃する。父の仇今こそ討たん。魔法作に突っ込むか。武田武者よ、無謀なれど心が熱くなる。小野信の魂、この槍にて貫かん。殿、直政は前途有望な若君じゃ。なれど今のままでは危うい。故に厳しき父の役目はこの忠勝の。殿は今まで通り優しき母の役目。何も言わずとも我が意を得たり。頼むぞ戦うぞ。敵将、我が年次の記憶に留めん。信長を討てば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。投票の処理に不在の方々の力はいりません。俺一人で十分です。直政は確かに強いが恐れを知らん。そして頼ることも知らん。直政水産。敵将、我が年次の記憶に留めん。危ないところであった。真田、侮れるな。直政はまだ他の者とうまくいっておらぬか。だが、ゆくゆくは徳川を支える柱となろう。殿が騎馬隊に襲われし時、武者を一気取り逃がしたな、親友。ええ、俺の精進が足りなかっただけです。油断しなきゃ、一人でやり遂げられた。一人でか。次もその次もそのまた次も、その油断なくやれるなら、それもよかろう。最善を尽くしたまで。急げ。
長篠城の守備結構固いな。なら城主の奥平さんを撃ち勝たせてもらいます。勇ある者は本多平八に挑め。戦場では何が起こるかわからん。なんですかいきなり。ちゃんと結果は残しましたよ。敵将を討ち取った。しかしこれにより武田はまだ終わりではない。ナバスマ、ナイト、攻めましょう。カイドン、攻めぞ無双。武田はまだ兵力を残していたか。追ってはおけぬ。我に挑むとは勇敢な将だった。さて信行たちとこうしようか。開門。
様ら程度では俺に傷一つ残せない。武田武者の戦いぶりは実に見事だった。それに比べて徳川譜代家臣はどうだ。何です？俺の顔に何かついてますか？いや、よくぞ生き抜いたと思ってな。あれだけ好き勝手やれば普通は死ぬ。徳川が勝てばいいんです。たとえどんなに傷が増えようと。お前が傷つくのは構わんが、周りの者を巻き込むのは感心できぬ。お前を救おうとした者が討ち死にしたらどうするつもりだ、新入り。ダメです、ダメすぎます。た、忠勝さん、すいません、すいません。トラ、ナオバさん、忠勝さんになんて無礼な。父で生き残れないのは精進が足りないからです。その者が弱いからです。俺は常に徳川にとっての最善を考えて戦っています。おまさ、こたびの戦も見事な働きだった。ありがたきお言葉ですが、まだまだです。一気取り逃がし、忠勝殿の助力を仰ぎましたから。相変わらず己にも厳しき男よ。して、お主は武田の赤備えをどう見た？屈強にして勇猛果敢、戦国最強の名にふさわしい部隊でした。鉄砲を前にしても臆せず、前のめりに死ぬ。強き意志がなければあんな攻撃はできないでしょう。わしも同感よ。その戦ぶりはあっぱれというほかない。そしてあの果敢な戦い方、わしは
お主の戦ぶりとよく似ていると思った。家康、直政、お主は今より武田の赤備えを、その強き魂を継ぎ、戦国最強の名を欲しいままにせよ。はは、いいの赤備え、これからも家康様のために最善を尽くしましょう。